2022年9月6日に始まった、ウクライナ軍によるハルキウ州奪還作戦は、戦史に残ると言われるほど鮮やかな反攻作戦と言われているね。ああ、9月27日に至るまでウクライナの攻勢が続いているぜ。どんどんウクライナが巻き返しているよね。今まで耐えて、虎視眈々とこの機会を狙ってたんだからさすがだよね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍による戦史に残るハルキウ州奪還はなぜ成功したのかということについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍による陽動作戦に見事に引っかかったロシア軍は、敗退に敗退を重ねてすでにハルキウ州はウクライナ軍に奪還され、この特別軍事作戦の後付け的に目的とされた東部ドンバス地方において、侵略開始当初にほぼ全域を支配したルハンシク州や、ウクライナの反攻前に完全制圧を目指していたドネツク州の支配地域を少しずつ削られている状況だよね。しかしながらロシア軍は、2022年2月24日の侵略開始以来、多大な数の死傷者を出したとされ、兵力不足が指摘されているために反撃すらままならず、これまでタブー視されていた国民の動員に手をつけたようだな。今回は予備役を中心に30万人ほどの部分的動員とされているんだけど、その実は総動員に近いもので100万人の動員を目指しているとの噂もあり、戦況打開のためになりふり構わない姿勢を見せているみたい。このロシアの動員の背景と、この先の展開について小説家で軍事評論家を名乗り、元幹部自衛官を自称しているアマタクオンがジェイブプレスで考察を語っている記事がネット上で配信されているんだけど、その内容を疑問視する見方が広がっているよ。このアマタクオンは、本名及び年齢不詳で、公表しているのは元自衛官で幹部自衛官だったということだけで、経歴などは全く不明であり本当に元自衛官であったどうかの確証はないらしいな。謎の人物だね。肩書きだけ見るとちょっと信憑性に欠けそうだけど。アマタ氏が考察として主張するところによると、ハルキウ州における戦闘は、第一次大戦時代のような、塹壕を主体とした防御陣地の突破戦であったとした上で、西側諸国やメディアの大方の見方は、ウクライナ軍が新編成した機構部隊による電撃侵攻だったと見ていることに対して、別の方法だったと述べているよ。その根拠として、前線のロシア軍の塹壕陣地を突破する際にはウクライナ軍は戦車を集中させたであろうとしながらも、その後の快進撃を続けたのは歩兵輸送装甲車などのタイヤを装備した装輪車が中心だったとして、戦車のようなキャタピラなどの無限機動の車両では無理があるからだとしているね。アマタ氏は、ウクライナ軍がポーランドなどから200両以上を供与されている、旧ソ連製の T-72 戦車であっても最高時速は 60km 毎時以上が可能としているんだけど、キャタピラによる無限機動の車両が高速で長距離走行した場合のキャタピラのトラブルについて触れ、切れたり外れたりすることが珍しくないため、前線を突破したウクライナ軍は戦車を同伴させず、装輪車両のみで進撃を続けたはずだとしているんだ。さらに、この戦闘においてウクライナ軍が、ロシア軍の新型戦車である T-90 なども含めた多数の戦車を路肩していることについても、キャタピラなどにトラブルが発生し、現場で修理ができないために置き去りにされた可能性があるとしているんだけど、このアマタ氏の説に異論を唱える声が数多く上がっているみたい。アマタ氏は、早期車両の起動、特にある程度速度を出した走行での長距離起動では、キャタピラを中心とした足回りのトラブルが不可避であり、キャタピラが切れることや、キャタピラが外れてしまうことは珍しくないとした上で、タイヤを装備した装輪車両の場合、最高速度が早期車両に比べて著しく速いということはないが、長距離起動におけるトラブルの発生確率には大きな差があり、結果として、部隊として起動した場合に速度が速くなると述べているんだ。この場合のアマタ氏が言うところの長距離起動がどの程度の距離であるかは示されておらず、その基準は不明だな。今回ウクライナ軍の機構部隊がどこから出発したかは明らかにされていないけど、バラクレヤでの戦闘から開始されたとして、そこからイジュームまでは 50km ほどであり、イジュームからクピャンスクまではやはり直線距離で 50-60km ほどだね。戦車のキャタピラの走行寿命については、その運用方法によって全く異なるものなんだけど、例えばアメリカ軍の MHH エイブラムスに装着されているキャタピラ T-158 であれば、通常の走行でおよそ 3300km なんだって。ロシア製のキャタピラの強度がアメリカと同じということはないとしても、大きく劣ることはないと考えられ、またウクライナは旧ソ連時代から戦車製造の拠点が置かれていたことなどから見ても、キャタピラの耐久寿命が極端に短いとは考えにくく、
もし仮にアメリカ製のキャタピラの半分程度だったとしても 1500km 程度は交換せずに走行可能なんじゃないかな。また、アマタシはトラブルの発生した車両は残機され、部隊は先行することになるが、一両だけ残された車両は、格好の獲物になるため、これを避けるためには、トラブルの発生した車両を修復し、部隊として行動する必要があるとして、作戦に参加する車両が多ければ多いほど、停止する頻度が増え、部隊の速度が遅くなると語っているね。しかし、これは今回のロシア軍のように退却する際のことで、退却する敵を追って進撃する場合には当てはまらないとして、ウクライナ軍の T-72 戦車のキャタピラが次々にトラブルを起こして多数の戦車が行動不能になったというのであれば進撃を止めざるを得ないが、数量の戦車が不具合を起こした程度なら、修理を後方部隊に任せて進撃を続けるはずとの指摘があるぜ。また、ロシア軍がいかに極装に近い退却ぶりを見せているとはいえ、その先に情報がない伏兵が置かれている可能性が否定できない以上、装甲が薄い装輪車両と歩兵部隊だけを先行させることはありえないとの指摘もあるね。常識的に考えるならば、少なくともクピャンスクまでは戦車も伴った機甲部隊として進撃したと思われ、アマタシの仮説は全くの的外れだろうな。もう一点、アマタシの仮説に戦車を伴わないウクライナ軍の火力を補うために、航空戦力の支援があったと考えられるとされていることについても異論が出ているんだ。アマタシは装輪車は大口径砲の反動を受け止めることが難しく、一般的に火力では早期車に劣るという欠点があり、それを補っていたのは、航空戦力だったと思われるとして、その証拠に、ウクライナ軍がハルキウ東方で突破を図った際、ロシア軍は対処のために地対空ミサイルの S-300 とブークを起動させ、対処していたとしているよ。これについても、ロシア軍では対地精密誘導攻撃が可能なミサイル在庫が枯渇していることが伝えられており、S-300 などの対空ミサイルを地上攻撃に転用していることから、ウクライナ軍機への対処のために運用していたとは断言できないとの指摘があるんだ。そして、ウクライナ空軍のスホイ25のような有人機は、ウクライナ南部の戦場に投入されている可能性が高かったと思われ、そのため、ウクライナ軍がハルキウ方面に投入したのは、バイラクタル TB2 などの攻撃型ドローン UCAV が中心だった可能性が大であると語っていることについては、バイラクタル TB2 などの無人攻撃機は有人機のスホイ25攻撃機よりも機体がかなり小さく兵装搭載量が少なく、遠隔操作の通信帯域の制限で一度に同じ場所に多くの機体を投入できないために、多数の敵を同時に撃破する攻撃はできないとの指摘があり、広範囲に展開する地上部隊の火力支援には使えないとされているよ。ましてや、ロシア軍がブークなどの短距離防空ミサイルシステムを展開していたとするなら、バイラクタル TB2 などは立ちどころに撃墜されることは必要であり、そのような状況になればウクライナ軍の進撃は止まっていたとされ、アマタシの仮説を否定する声が多いな。的外れな仮説ばかりなんだね。まあ人の意見はそれぞれだし、いいんじゃないかな。アマタシのジェイブプレスの記事では他にもウクライナ軍の陽動作戦を、攻撃対象のロシア軍部隊の戦力をすり減らすシェーピングオペレーションとして紹介しているんだけど、これらについてはすでに他の軍事ジャーナリストの意見と変わらないみたい。記事の最後にあくまで可能性の一つだが、9月26日現在、ウクライナ軍はザポリージャから南部のトクマク方面の圧力を強めていて、これは、ヘルソン奪還を図るためのシェーピングオペレーションの可能性があると述べているが、この仮説がどうなるか注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。